はいどうも、タマヤです。今回もユースから育てた架空選手のみでチャンピオンズリーグ制覇を目指す監督キャリアモードやっていきたいと思います。縛りの内容については概要欄をご覧ください。現在イングランド2部を戦うサルフォード、28試合を終えて勝ち点39の13位となっております。上との差もまあまあ空いてるが、まだねプレーオフ圏内であったら狙えないこともないという、そういう状況となっております。今季は目標としては残留っていうところと、あと一つテーマとしてはプレミア仕様のチーム作りといったところでやってますので、まあ、今季はね幅広くいろんな選手を成長させながらじっくりと育成を進めていくと、そんな年にしたいなと思っております。そして前回 FA カップ3回戦を再試合まで行ってなんとか勝利を手にしております。まあ、2試合目は圧勝だったけれども、次は4回戦になりますので、 FA カップの方も今季は上位進出を目指して力を入れていきたいなと思っております。現在のチーム状況はこんな感じ。前回カナダ人のベイリーという選手を新たに迎え入れました。まだベイリーのプレーの特徴っていうのはなんだかんだでつかめていないので、今回もできれば試合に出していって特徴をつかんでいければいいなと思ってます。その他もまあ前回でねオルセンも80代に行って、みんなこのまま順調に育っていってくれれば今シーズン中にはだいぶ仕上がるんじゃないかなと思っております。あとディフェンスラインの選手がもう1人や2人欲しいなというところなので、そちらも前回からディフェンスの選手に絞ってスカウトの方を開始しております。それでは進めていきましょう。リーグ戦相手は20位ミルウォール、1対0で勝利、タイのゴール。リーグ戦相手は8位のレディング、1対1の引き分け、エヴァンスのゴール。さあ FA カップ4回戦、相手はなんとマンチェスターユナイテッド。確か去年のカップ戦でも戦って、で結構いい戦いがしたと思うんだけど負けてしまった相手なので、1年越しのリベンジやってやりましょう。今回ここを早速プレイしていきたいと思います。さあ今回この布陣で挑んでいきたいと思います。やっぱり相手が相手なんで、今回は現状のベストメンバーで挑んでいきたいと思います。で去年は確かクリスティアーノ・ロナウドがいたと思うんだけど、引退したのかもう今季はいないんだよね。さあこれがどう出るか。 FA カップ4回戦キックオフ。マルティンス、トロック、うまいね。マルティンス抜けていく、惜しい。さあ戻る、いや怖いな、やばい、危ねえ。うまいよ、リューグからエヴァンス、マルティンス。これは本当にうちがワンチャンを仕留めきれるかどうかにかかってくるよね。その辺はエヴァンスに期待していきたいところ。さあマルティンス、そしてウィンクラー、いやー惜しいな、いやードフリ、ブルーのフェルナンデスに行かれる。そこぽっかり開いちゃったか、いやちょっとあっさり行かれすぎだな。そこはもうちょい粘れたんじゃない。0対1、ただうちは意外とビハインドに強いからね、同点ぐらいはやってくれるんじゃないか。オールセンからトロック、エヴァンス、いやうまい、ナイスバルは。いやまずい、いい展開、トロック、ここで前半終了。前半終わって0対1、1点ビハインド。お互いに結構落ち着いた前半にはなったが、やっぱりしっかりあの決定機を作ってくるユナイテッドはさすがだね。うちもチャンスがないわけではなかったからね、相変わらずいい勝負はできてると思います。後半もメンバーは変えずにいきたいと思います。後半キックオフ、ナイステイシェラー、マルティンスからトロック、うまい。さあいいぞ、落ち着いている。いやそのパスミスは痛い、ナイステイシェラー、
いいね、安定してる。いやマルティンス、まずいって。ナイスバルワ。エヴァンスからビンスキー、ウィンクラー、シュートまで行きたい。いいぞ、オルセン、素晴らしい。いやーまずい、うん、まユナイテッド強えな。マジでよく耐えてるよ。ウォルザックナイス。おっとこれはひどいぞ。レッドカード、これは風向き変わるよ。これはひどいもんな。数的有利になった。残り15分。エヴァンス、そしてトロック、うまい。いやー惜しいね。さあ攻勢に出ていくサルフォード、うまい。リンスキー、そしてオルセン、フリー。いやー惜しい。ただキーパーがデヘアなんだよな。ウィンクラーから通るか。いや厳しい。いやマジで危ねえ。マルティンス、そしてエヴァンス、打っていく。いやここで試合終了。FA カップ4回戦0対1で敗戦。去年と同じくいいところまで行ったんだけどね。特にやっぱり終盤相手がレッドカードで1人退場してからはこっちもね決定機を作れていたんだが、ちょっと時間が足りなかったね。さあこれでね今季のカップ戦は全て敗退となりましたので、気持ちを切り替えてリーグ戦に照準を当てていきましょう。リーグ戦相手は11位のミドルズブラ、0対3で敗戦。リーグ戦相手は24位の MK ドンズ、1対1の引き分け。エヴァンスのゴール。リーグ戦相手は9位のシェフィールド、1対1の引き分け。オルセンのゴール。リーグ戦相手は18位のスウォンジーシティ、0対0の引き分け。リーグ戦相手は20位のバーミンガムシティ、2対0で勝利。マルティンスとビンスキーのゴール。ナイジェリアのスカウトレポート、15歳のオラン・レバジュ、オラン・レバジュ、サミュエルで行こう。契約していきましょう。リーグ戦相手は首位のフラム、2対2の引き分け。リューグとオルセンのゴール。リーグ戦相手は23位のハーダースフィールドタウン、4対2で勝利。ベイリー、トムセン、リューグ、エヴァンスのゴール。リーグ戦相手は19位のカーディフシティ、2対0で勝利。エヴァンスとタイのゴール。リーグ戦相手は5位のウエストブルムウィッチ。それではこの辺で1試合プレイして今回は終わりにしていきたいと思います。今回この布陣で戦っていきたいと思います。ユナイテッド戦で出ていなかったメンバーを中心に今回は選出していきます。さあタイがいよいよあと1で70代突入というところまで育ってきてくれています。トムセンもなんだかんだで順調に育ってますね。まあただ最近でもナバーロはアシストという形で結果は出してるし、トムセンもいい動きはしていた。あとはベイリーがどういうね自分らしさっていうのを見せてくれるかといったところと、ここでタイがどれだけ違いを見せてくれるのかというところに注目していきたいと思います。キックオフ。まずい。いやいきなり行かれた。なぜそこがく、めちゃくちゃあっさり。マークが中途半端だったね。0対1。ナイスハーバー、頑張ってつなぐ。ナイスカットビンスキー、うまいぞ。さあテシエラ、いいクロスがある。いいねボロザック。
ナバーロ。タイ。デルボー。そしてタイ。もう一回。いやマジか、決めれないか。ウォルザック素晴らしい。トムセン、ナバロ。怖いぞ。タルムハーバー。ナイス。さあベイリー抜けていく。オッケー、ナイス仕掛けた。ナバーロ抜けていく。チャンス、どうする。さあフリー、デルボからバリック。これはピンチ。ハーバーナイス。いいね、両センターバック頑張ってるよ。ベイリーも頑張ってる。ここで前半終了。前半終わって0対1、1点ビハインド。まあさすがに能力では劣っていると思うが、失点こそしたもののウォルザックとハーバーかなり頑張ってくれてる。なんとかその頑張りに応えていきたい攻撃陣だが、いまいちね、決めきれる選手が不在。それではトムセンがちょっと疲れてるんで、ここは変えていきましょう。トムセンに変えてオルセン、そしてオルセンとデルボの位置を交換していこう。これでいきたいと思います。後半キックオフ。ナバロ仕掛ける。素晴らしい。ここは抑えたい。まずいぞ。いやーべ、あぶね。なんとか頑張れ。オルセン、さあバリク。素晴らしい。タイ外したか。惜しい。ボール拒分。ナバロ、そしてタイ。ナバロ、そしてオルセン。オッケー、さすがすぎる。やっぱりオルセンだった。マジで仕事人。素晴らしいシュート。トラップからシュートまでの速さよ。1対1。いや、まずいぞ。あぶね。タイからバリク。そしてビンスキー。タイからベイリー。オッケー、ナイス。さあベイリーが結果を出した。今日ベイリー再三いい仕事してたからね、ちゃんと報われた。ナイスシュート。2対1。なんとかこのメンバーで勝ち切ろう。ハーバーいいね。タイからいいパス。デルボ、いやオールセン入ってこんだけ変わるか。ベイリーからいいクロス。オールセンいいね。タイが意地を見せろ。
タイも積極性はいいんだけどね、なかなか結果に結びついてくれていない。デルボも今日安定してるよ。バリクからデルボ、ナバーロ、そしてビンスキー、いいクロス。うまいね。さあこの辺うまい。テイシェラ、ここで試合終了。2対1で勝利、見事な逆転劇。もうね、後半からオルセンが入ってガラッと変わったね。本当に素晴らしかった。そしてベイリーもドリブル突破にゴールにといい活躍を見せてくれたんじゃないでしょうか。タイ1アシスト、ナバーロ1アシスト、オルセン1ゴール、ベイリー1ゴール。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。